私たちはアイドルであるの私たちはラジオである。さあ始まりました、私たちはラジオである。お相手は私8号と紫色担当志村奈々香と赤色担当カーセムラと緑のアスカです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組は私プロデューサー8号と渡井メンバーがゆるゆるだらだらとトークしていく番組でございます。2024年新年明けまして、せーの、おめでとうございます。おお、ギリセーフじゃない？打ち合わせなしの、よう揃ったんじゃない？うちらはね、言えてたよね、そのまま。明けましておめでとうございます。あ、二人の、そう、せーのなくても言えてた。そう、言えてた。私だけしちゃった。おって。いやいや、もうだって俺がせーのって言うっていうことを気づかなかったです。そこをちゃんと、感じ取れなかったでしょ？せーのいらないです。ラジオなのにめちゃめちゃ睨まれてる。はい、今年初めての、ラジオ会となりますが、はい、なんと、はい、川瀬真奈さんが、はい、マグロ漁から戻ってまいりました。おかえり、ただいま。まだマグロもらってないです。じゃあなんかマグロ取ろうとしたんですよ、私は。頑張って網を仕掛けたんです。そしたら、ちょっと網かける場所間違えちゃって、ほう、海じゃなくてあのゼファーの駐車場の上に引っ掛けちゃってて、ゼファーの上の網だらけなんですよ。駐車場の上の網だらけになっちゃって、なってた。ぜひ見に行ってみてください。それ見に行くの？え、なんなん？え、じゃあここ1ヶ月ぐらい、はい、うちらは青森のね、大間ってすごい有名なマグロで有名なところに遠出しててマグロ漁してるから、うん、休んでて仕方ないなと思ったけど、はい、境にいたってことですか？そうです。それはそれでもうちょっと大問題です。確かに。境にいたならラジオ参加しろよ。ゼファーあったよね、ゼファー出たね。マグロは食いつきしました。本当だよ、うちらゼファー出てたからな、うん、そうですよ。来いよ、じゃあゼファーで、ゼファーでマグロ釣ってる場合じゃないよ。まあまあまあ、そんなこと言ってまあね、冗談ですが。ご冗談はさておき、はい、全部嘘。2024年になりましたよ。はい、どうですか、2024年だなって感じたことありますか？ないです。ないです。ないですね。はい、年越しも一緒にいたし、うん、1月1日も日付超えて1月1日いて、うん、1月2日もラジオで会ってるし。確かに。で、3日は休みだったけど4日からライブ始まってるから。ほぼ一緒にいる。そう、もうだから時間軸で言えばもう3日だけ会ってないんだ。そうです、うん、そうだね。1日も最初の2時間ぐらい一緒にいたわけだもんね。で、しかももう10日経ってんのよ。10日経ってるの？やばくない？日付じゃない、年明けてから10日も経ってるっていうのもわけわかんない。半分以上会ってるってことでしょ、2024年。気持ち悪い。やばいよね。そうね、これが上がるのが1月11日で、今日撮ってるのが10日、うん、そう、前日にね、1日前に撮ってるんですけど、うん、はい、で、10日間のうち何日会ってる？7日、1、2、4、6、7、8、9、やば、8あった、6、7、9、10、7日間。怖い、怖いよ。10分の7合ってるね。家族より合ってるよ。実家じゃないから。確かに自分は家族と会ってる時間ほぼないよ。すごいね。でもお正月、まあまあ2日の、ね、夜に ZIPFM に出演して、うんうん、はい、しましたけど、まあ言うて一応ね、1、2、3と正月休みっていう形、まあ1日もね、うん、まあ、最初2時間は一緒にいたけど、うん、そっから、まあ、22時間、うん、いなかったじゃないですか。この1、2、3は何してたんですか？何食べたとか、もうとりあえず家でゴロゴロしてたのか、どっかもしかして出かけたのかとか。10日も経つとさ、記憶なくなるよね。わかる。嘘。なんか先週ぐらいに撮っといてくれればさ、ラジオ。クレームですか？だから正月だよ、正月だよ、正月。とりあえず31日に、うん、まあ、ライブやって、うん、うちら忘年会して、その後年越しオフ会したじゃないですか。しました。でもそっからちょっと思い出せばいいじゃん。その家帰って何したかとか、何時に起きてとか。家帰って寝て、昼に起きて。はい。え？全然覚えてない。あれ？え？
思い出せるよ、どっか行ったよって人。あらや、お、行った、行ったよ。じゃあその別に時系列、いつだったか覚えてない。時系列で整理しなくていいから、どっか行ったっていう、そのどこ行ったの。おばあちゃん家行きました。おばあちゃん家はどこなの。名古屋じゃないんだ。県名古屋じゃない、岐阜です。あ、岐阜なんだ。おばあちゃん家行って、おばあちゃん家行って、明けおめってして帰った。今はなあちゃんの年でお年玉ってもらえるんですか。もらえます。あ、もらえたんだ、いいね。ずる、甘やかされて生きてるから最高。ずるいな。もうね、もうだってちっちゃい頃、小学生、中学生とかもさ、もう正月なんてさ、おじいちゃんおばあちゃんに会いに行くっていうよりかお年玉もらいに行く期間じゃん。確かに。お年玉もらいに行くついでにじいちゃんばあちゃんの顔見に行くよみたいな。そうそう。正直そうじゃん。そうでしょ。正直やっぱお年玉目当てじゃん。お年玉がついでじゃないでしょ。お年玉ついでです。本当に。なっちゃん言い込めんなよ。言い込めんなよ。いや、親戚あんまりいないから。あ、そういうこと。うちでなんかおばあちゃんぐらいしか会う人いないから、それ楽しみに行ってる。あ、なるほどね。ごめんね、人間性言っちゃって。黒い人間たちしていなかった。なっちゃん以外クズで。やめて。あ、でももらえたんだね。もう30にもなってね、もらえるんですよね。いつまでもらえるか、ね、50ぐらいになっても検証します。確かに検証しよう。今だから今の年23でもらえた。言った。言っちゃった。うそ、今だ。やば。まだ23じゃないです。23。じゃあまだ23じゃないです。22。そうか、22。でもらえました。来年もらえたら、はい、毎年のじゃあこれ報告にしましょう。はい。なんかそのおばあちゃん家行ったからこれ食べたみたいなのあるんですか。例えば家では食べないけど正月ならではのもの食べましたみたいな。何も食べてない。あ、そう、何も食べてない。食べてないって不安です。黒豆とか何も食べてない。おせちみたいなとかないの。なんかおばあちゃん家に行けばさ、おせち。いや、お母さんがおせち作ってる。あ、ママか。ママが料理上手なんだ。作ってくれ。おばあちゃんは一人なんで、そんなおせちあっても食べれなさそう。一人で。おせちむさぼり食う。めっちゃ好き嫌い分かれるくない、中のものたち。あー、確かに。黒豆と、あの、お魚、タツクリみたいなの。タツクリうまいね。と、かまぼこと栗きんとんしか食べない。少な。伊達巻きとかは食べないです。カズノコとかは食べない。ちょうだい。エビとかは全部聞いてる。エビ入ってない。エビ入ってるおせち豪華すぎる。そうか。そうだね。言ってみたけど、別にうちも入ってない。入ってるかと思った。本当にね。うちはね、そう、別になんかおせちを作る家じゃなかったから。買う。正月はなんかそのすき焼きっていうイメージ。あー、そうそうそう、だからすき焼き。最近ここ 2,3 年おばあちゃん家に俺も帰るようになったけど、うん、だった。絶対すき焼き。そう、もうね、芸人あるあるで、芸人やってると家とちょっと疎遠になっちゃって。あ、へー、そうなんだ。そうそう、親と仲悪くなりがちみたいな。仲悪いんですか。あんま仲良くなかったけど最近は仲良くしてるよ。してるよ。そうしてる、うん、よかった。聞いてるかな、お母さん。お年玉もらいました。お年玉はもらってないね、さすがに。40でもらったらすごい。別に断ってるわけじゃないけど、ね、もしくれるんだったら全然喜んでも。聞いてますか。ママ石川家の皆さん。でかいな、肝が。お祈りください。マナチは、私もおばあちゃん家帰りました。あ、そうなんや。はい。お年玉は、お年玉もらえました。あ、もらえるやん、はい、でも2日と3日2日間っていうのかな、休みあったこの2日間で、うん、お正月で食べるようなものしか食べてないです。私、ちなみに、まずカニと焼肉とすき焼きとおせちを2日間。めちゃめちゃ太るんだよ。はい、そうです。ストレートな、びっくりしちゃった。本当にね、もうチクチク言葉とか。本当にお腹よくさ。餅は餅食べました。餅も、うわ、お餅って1個でお茶碗のご飯1杯分なんだって。でもね、お餅食べた日は、あの、夜ご飯まで我慢した。何個食べた。1個。お
えらくない？お茶碗一杯お茶碗一杯確かにね。でも美味しかったですよ。でもでちなみに配信中はずっとかば焼きさんたら食っとったもんな。はいよくご存知で。パリ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 聞こえなと思ったらなんか多分さ前ねなんか冷やして固めて食べるのが好きですみたいな言って、うわかば焼き食ってんだろうなみたいな、ずっとパリ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 なんかさ配信中聞こえてくるなんかそう画面見てなんか作業しながらさこうマーチのね配信聞いてたらさ、うんうん、声と同じぐらいペースでさパリパリ喋ってなかった。めちゃくちゃすごいじゃん。かば焼きさん減らないんですよね最近。冷凍庫に30枚あって部屋にめちゃめちゃもらってさ、臨時支給、部屋に60枚くらいある。定期購読してるでしょ。なんかありがたくもらっておりますファンの人にさ、それこそね活動休止してる時になんかこれマナチに渡してくださいみたいな感じでなんかこう20枚入り30枚入り、うん、を3袋だった。90枚。それをさ俺ん家にずっと置いて10枚くらいだったらこれ食っちゃおうかなと思ったけど、ありすぎて逆に手つけんかった袋のままもう家にポンと置いちゃった。30枚で1袋だから取ったらバレるっていうね。八号さんがね、1袋取っちゃえばそう1袋取っちゃえばね、別に2袋もらったよって言えば、うん、全然 OK です。でもそしたらさそうもう配信で言われたのかしらけどさ配信終わってわざわざすぐさ俺に LINE してきてさ、かば焼きさん太郎ちゃんと撮ってやりますか。やばー、確認のラインがでもそんな厳しく言ってないですよ。なんか受け取ったって配信でコメント来たから、あ、じゃあそんなまずもらったことすらこっちは報告されてないから、あ、一応報告されてないですごめんなさいね、報告してなくて。ほうれん草です、ほうれん草すいませんね違います、正月の話をしましょうよ。お正月のそうだよ、正月の話やん今の。でもおせち食べれなかった、黒豆を頬張ってました。あ、おせちが食べたいっていうか食べれるものがなかった。ない。何が入ってんの。黒豆、数の子、あとは昆布みたいな。あ、私もダメ。昆布巻きとか、うまいじゃん。あとかまぼこ、うまいじゃん。あとなんかさ、正月なのかわかんないんですけど、なんてっけ、あのネバネバしたやつ。オクラ。オクラじゃない、なんか茶色い煮物みたいな感じ。ああわかる。何それ。筑前煮。筑前煮とか。え、違う。うん、なんだっけ違う、なんだっけ、なんかちょっとビヨーンしてるやつ、わかるよね。なんかなめたけみたいな。あー、なめたけメカブ的な、なんかそんな感じ。え、ワイの持ってるのと違うかも。あれ誰何類なの。野菜類なのかキノコなのか。キノコじゃない。キノコじゃないじゃん。キノコじゃないけど、ちょっと皆さん調べてみてください。わかんない、正解が分かんない、出てこない。おせちネバネバ、おせち、おせち茶色、茶色です、茶色。おせち茶色、ネバネバ。おせち茶色、ちょっと調べます、私。こっちが先、ちょっと3分喋ってて。アスカちゃんは、アスカは何が好きなおせち。好きなおせち、カツノコ。正月何してたの。正月飲んでた。うわ、ああ正月じゃなくても飲んでるやん正月は。でもさ、正月ってさ、うん、日本酒とか飲むやん、皆様皆様あ、わかりました。飲めないで。松前漬けです。あ、松前漬けね。松前漬け。惜しくない。全然キノコじゃない初めて聞いた。ほんとあれ、美味しくないんじゃない。でも食ってないんだろ。好きじゃない。なんか怖い酔っ払ってんのか。じゃあ高校の時に頑張ってバイトした場所が和食屋さんだったんですよ。その松前漬けがめっちゃ美味しくて、おばあちゃん家帰って美味しいかなと思ったら、おばあちゃん、なんか違ったんですよ。すごいおばあちゃん、すごいおばあちゃんがかわいそうなこと聞いてませんように聞かないでね。頭聞いてます。笑顔で聞いてくれてるおばあちゃん、ありがとうね。おばあちゃん、お年玉ください。やめてやめて。何したんだっけ。あずかさん実家帰ったの。一回だけ帰りました。一回だけ。持ち帰り。酒はどうでもいいから、何か食べたんですか、正月らしいもの。食べてないかも。あ、餅と数の子は食べた。餅と数の子数の子好きなんや。数の子好きです。初めて知ったかも。プチプチなの好きなんだよね。いくらとか好きじゃん。あ、寿司寿司
確かに、まあ、寿司だしね。飛びっことかも好きだもんね。ああそうなの。確かにそういうイメージあるわ。プチプチの飛びっこじゃないの。飛びっこでもどっちでもいい。なんかあすかちゃんがお寿司っていうイメージないかも。ラーメンすぎて。あお寿司でもよくあの休憩中に行くじゃん、うん、ライブとライブたまにね。たまにしたら絶対食べるよ。イエーイ、プチプチ。お寿司食べに行きたいです。そうやって言って前行ったじゃん。もう一回はいライブの合間にね、はい、行きましょう。高級お寿司。いや安くていいです。全然安くていい。ふふふに行きたい。スシローね。なんで守ったのに。隠したのに。隠さなくていいじゃん別に。でどうせなんかこうあれなんだろう、あのもうすぐ始まるフェアのシナモロールのグッズが欲しいな。欲しい。どうせそうなんだろ。そうでもスシローパンチ行けなかった。パンチもやった活動休止してたからか。マラチ連れてこうと思ったのに来ねえから。そう言い方悪いな。来ねえから。本当によ。でもさすぐなくなってたよ。おパンチウサギのグッズ すぐ品切れでね。もう本当に多分始まって多分セールが始まって多分2日3日で多分すぐなくなっちゃってた。悲しい。パフェ食べたかったね。食べたかった。いいよ。でもおかげでもう 4ヶ月だっけ、デビューしてから5ヶ月。何のおかげですか。おパンチウサギのおかげで和太デビュー4ヶ月買いました。違う。おパンチいっぱいになったベッドの上見ました。私の少女私のベッドの上。そこまで見てない。あらまあ、見といてください。わかりました。アーカイブ残ってましたっけ。残ってないです。残ってないですよね。その日限定ですよ。じゃあみんなだから実家だったりとかおばあちゃん家に帰った以外は、うん、結構家でゆっくりしてたって感じ。はい、はい、うん、まあ、正月はね、正月ゆっくり、まあね、一日店行こうとしたらどこも行ってなかった。マジなんか休みが多かったから。マジで空いてなかった。正月休み、正月休み、まあ、どういうお店に行くかだよね。そういうさショッピングモールとかやってるじゃん、イオンとか。福袋買いたかった今年。買ってないんだ。買ってないです。へえ。前買ってたの。どこもいつもない。どこのお店のそういう服の好きなブランドのとか買う。あ、そうです。必ず好きなところ1個選んで厳選して買うんですよ、いつも。あ、そうなんや。そう。いくらぐらいの。え、5000円とか。だいたい服、もう最近の福袋でもさこれが入ってますみたいな多くない？え、多い。だからつまんない。つまんないよね。つまんない。そう、なんかさ、そっちの方がいい。絶対そっちの方がいい。いや、そっちの方がいいのは分かるけど、でも楽しみがない。福袋感なくない？いや、安くてあのいっぱい入ってるのがいいんじゃないですか。あ、うん、だから中身分かってた方が、うん、なんか変な、なんかピチピチのやつとか入ってる時あるから。まあね。そう、チャイナ服みたいな。服とかはそういうのがいいんだよ。だから、うん、でもじゃあ例えばさ、なんか YouTube で回すとかになると、まあビレバンとかの方が面白いのかなみたいな。ああ、確かに。弁当箱とか入ってそうだもん。いらない。いいじゃん。いいじゃん、弁当箱。作ってあげる。ありがとう。やった。まあ、100均で買ってくる。マナのもね。100均で買ってくる。手袋の話してるのに。そんな感じかな。まだみんな実家とかおばあちゃん家に帰ってたってことですね。はい。じゃあメールを読みたいと思います。誰かな最初。はい、話題の皆さん、八号さん、はじめまして。はじめまして。初登場、ワイルドバーニングです。私のワイルドと七日のバーニング愛が融合した新ネームで2024年は参戦します。必殺技アックスギロチンドライバーが炸裂すればお客さんは七日ファンになること間違いなし。今年もよろしくお願いします。お願いします。さて2024年お正月は皆さんどんなふうにお過ごしでしたか。私はお仕事のため早寝早起きの健康的な生活で新年が始まりました。新年早朝、近所の家がバーニング、消防、警察が乱入しワイルドに全焼するハプニングもありましたが、無事4日の DTBLD 大会を見に行けてよかったです。チェキ撮影中、隣で今シリーズから復帰したマナチ選手の燃える闘魂視線が気になった試合でした。2024年は大変の活躍期待しておりますとね。
アツシさんから来てありますが言うんだ解明したね、あの癖強、本当にブライアン・アックスさんから。嬉しいですね。何になった？バーニング、ワイルドバーニング。ワイルドバーニング、今年はなんかワイルドバーニングさんとしてね癖長くよろしくお願いします。ラジオネーム、マサさん。お、私たちはアイドルであるの皆さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。自分は今月は仕事の事情で夜勤専属になり忙しくなりますが、皆さんの活動を陰ながら応援しています。ありがとう。他の方も同じ質問してると思いますが、メンバーの皆さんの個人的に正月必ずやることとかありますか？お、自分は熱田神宮で参拝と初おみくじ甘酒を飲むことです、ということで、まあ正月は、まあ、ばあちゃん家行くとかそういうことか。でもあれ絶対やる、お年玉つかみ取りで、やりたい。それ今年もやったんですか？やりました。いくらつかみ取れたんですか？4万ぐらい。何買ってもらう？あ、家賃に消えました。いや、はや、はや。ラジオネーム、講師近藤さん。わたらじの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いてます。ありがとう。ありがとうございます。1月2日のスーキャスも楽しく拝聴させていただきました。私的にはこれが今年のわたえ始めだったので、今年は1年ラジオだけでいいかと思う今日この頃です。そんなことないです。ところでスーキャスに呼んでくれたセブンさんですが、今年は辰年にちなんでミドルネームにドラゴンの銅を入れて超ドいい人セブンに改名されるそうです。本当に？そうなの？本当？信じちゃった。それに倣って私も講師近藤、改め講師戸松本にさせていただこうと思います。どこから松本来た？また名前増えるの？そこで皆さんに質問です。皆さんは改名するならどんな名前がいいですか？ちなみにマナチやマナティに改名しましょう。だって町田さんにマナティはって振られた時も普通に答えてましたよね。そう、それ俺も思った。気づかなかった。気づかなかった。マナティはって町田さんに言われて普通に答えてたもん。嘘、頭真っ白でしたもん。ジッペルなんか出ると思わなかったから。セブンさんのせいでマナティで定着しちゃってるからって噛みついて爪痕残す絶好のチャンスだったのにね。気をつけてくださいね。ごめんなさい。ごめんなさい言わないと。ごめんなさい。なんで台本だから難しいよ。どんな、改名するならということですが、マスカさんは名字をつけるとかじゃないですか？うちないもん。ニジラ。そうです。嫌です。ニジラアスカでね、調べていただければ多分何も出てきません。出てこないです。出てこない。何も出てきません。解明おもろいな。何する？いやもう本当に なんでこんなさ、私だけあだ名多いんですかね。いいじゃん。いやなんかもう分かんなくなります。自分が、自分が何なのか、自分どれ名前がみたいな。でもなーちゃんが一番そこでそれさ言っちゃえば迷惑被ってる人だと思う。やっぱどうしても締め切りとかさ。確かにね、まだ、マナチはさ、マナティとかさ、あれだけど、ね、なーちゃんって呼ばれたいのに締め切りっていう。本当に確かに多い、ね、なーちゃん、まなかちゃん、締め切り、締め切りちゃん、締めの締めちとかもね。あ、締めち最初はね、多かったよね。多かった。いなくなったな、締めちって。消えてった友達だと、だからバブちゃんとかたまに呼ばれる、言われてる ね最近言われ、最近言われなくなった。髪染めたからだよ多分。確かに。いや、置いたの。置いたの。でもこれ好みめっちゃ分かれますよ、髪色ね。黒髪がいいっていう意見何人かもらいました、うん、僕。なんで僕に言うんだろうとか思いながら。 それとあと今の髪が全然いいよみたいな、イメチェンじゃんって言ってくれる人もいたから、うん、ちょっとゴブゴブって感じ。半分半分でしたね、じゃあ。ツートン流行ってるからいいじゃん。左右で。私デビューライブの時やったし、それ。え？ツートン。やってないよ。やりましたよ。こうじゃないですよ。左右じゃないですよ。こうじゃないですよ。上と下。あ、やってたね、確かに。ですよね。インナーってこと？そう、中を黒くして上を明るくする。そうだっけ？そうだっけ？でもそれだと分かんないから。私のこと好きじゃない、この二人。絶対ない。中期。はい。それだと分かんないから、やっぱ左右にした方が右向きは赤だし、左向きは黒だしみたいな。違うさ、髪の毛ないで染める部分ない。
るわけないよラジオ聞いてる人はふさふさの俺だと思ってたかもしれないね。え、どうしましたか？初披露に出てる。なんで坊主になんで坊主にしたかって、本当にあのお風呂入って髪洗おうと思ったらシャンプーが切れてたからここだと思ってあのバリカンで髪を剃りました。え、じゃあ今日お風呂頭洗ってないんですか？ボリあれで、ボリあれ、だってシャンプー必要ないじゃん、ハゲだから。シャンプーいらないんですか？どこにシャンプーって、シャンプーで何を洗う髪ですか？何を洗うものですか？え、頭皮頭皮は別にこうボディーソープで、ボディーソープで、石鹸で。え、ダメじゃないの？シャンプーいいよいいよ、いいよ。なんで、だってさ、体はさ、何で洗うんですか？ボディーソープ。体と一緒だ。このままいけるから。そういうこと？1個で全部いける。シャンプーは髪の毛がボディーソープだと傷むんでしょ？あ、じゃあ傷まないのか。だ、ないもん。すごい綺麗ですね、頭の形。綺麗。そうなの。お坊さん来たの。お坊さん。頭の形がね、昔からいいって言われるから、だから坊主にするんです。すごい意志だと思います。見に来てください。はい。ラジオネーム、キリンさん。ラジオの皆さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。そして、まなち、お帰りなさいと。あ、ただいまです。帰ってくるのを待っていたファンの一人なので、復帰のお知らせを見た時はすごく嬉しかったです。お、ありがとう。復帰したいの、電話での君好きや楽まなち、それを見ようと必死なアスカとなあちゃん。これでこそ話題だなと思いました。個人的にあの日の君好きや過去一好きです。これからも3人のステージ楽しみにしてます。はい。イェーイ。ボケゼロです。ボケゼロ。真剣な気持ち。もうちょっとあのボケをちょっと入れてください。反省開始。すごい真面目ないい言葉が来たのに、ボケで怒られるって。ラジオネーム、しゅんちゃん。私たちはラジオであるの皆さん、八号さん。こんばんは、んこそば。わんこそば。あれ、これ食べたい。食べたい、わんこそば企画したい。ごめんなさい。先月の1月4日に行われた話題のライブに久しぶりにお邪魔することができました。入り口で物販が始まったところでお話ししたことあったなあちゃんは、目が合った時にすぐ私の存在に気づいてくれました。はい。久しぶりにマグロ漁から帰ってきたマナッチ、アスカと初めましてができて、新年のいいスタートができました。話題を箱押しと単押しと迷いましたが、今からは自分も食いしん坊なのでマナッチを押そうと思います。お、私が一番最初に話したのね。はい、くれたのに。よろしくお願いしますとのことで、なあちゃん、はい、あるよね、なんかちょっと思わせぶりで振られちゃいましたね。許さないです。怖い。しゅんちゃん、裏も裏も許さないです。もう一回、しゅんちゃん、私たちはラジオであるの皆さん、八王さん、こんばんは、んこそば。皆さんにご提案なんですが、ワタイファンのマユラーさんともお話ししたことですが、これまで何度かワタラジを放送していると思います。そこでワタラジをいつもライブの合間などで収録しているそうなんですが、一度どこかでワタラジ公開収録で私たちワタイファンを呼んでみんなで収録するというのはどうでしょうかと来てますね。これはちょっとやりたいなともともと思ってるので、どっかでね、公開収録会はやろうと思います。お客さん入れてね、このスタジオのベランダにお客さん並んでて。かわいそう。で、窓越し、ね、窓越し、やっぱ公開収録ってさ、そういうもの、そういうやつじゃん、なんかガラス越しに見るやつだから、なんかベランダに並んでもらって。そうだね。でもどこのスタジオで撮ってるかって言ってないからですが、うん、ここのスタジオベランダあるのかな。確か狭い。これ多分薄っぺらいやつ。ベランダじゃなく、もっとバルコニー程度のさ、なんかいいじゃない、でも5人くらい出れるわ。エアコンの室外機を置けるスペースぐらいのあれしかないんじゃない。よく一人暮らしでありがちなさ、誰かが立てるような場所は無理やり立って一人こうなんか縮こまって、1人分ぐらいはありそう。じゃあ限定1人。あ、違う違う。1人の幅5人ぐらい。だから誰か60ポイント使うって人が、うん、60ポイントね、ワタイのポイントカード60ポイント使えばワタラジに出演できるんですよ、うん、その人がいれば、その人をゲストに呼んだ公開収録ライブみたいなのをやったら面白いかも。あー、確かに、それいいの。嬉しい。60使ってみんなに見られながら。
どうせでも聞かれるから。あ、そうか、こういうクローズな空間でやった方がその人的にはいいのかな。あ、60ポイントの価値が、そう、価値がある。なるほどね。確かにね、確かに、せっかく使ってくれるしね。60で買いからまずね、だから誰が一番最初に60ポイント使うのか。確かに、まあ、大体こういうのさ、全もう森蔵だから、別に全然森蔵でもいいんだけど、森蔵じゃない人も手を挙げてほしい。確かに森蔵が悪いとかじゃないからね。これめちゃめちゃ今個人名出してあれしてるけど、でマユラさん毎回呼ばれるじゃん。そうだ、マユラさんとか、まあ、しゅんちゃんはね、まだこれから今来始めたばっかだから、多分ポイントがそこまで溜まってないからだと思うけど、マユラさんとかね、そろそろ溜まってそうな、ね、溜まってそう気もするし。どうなんですか、マイラーさん。マイラーさん。待って、一人を詰めないで。どうなんですか。一人を詰めないで。ぜひね、60ポイント使って誰かわたらじに一緒にね、うん、取りたいなと思っておりますので、うんうん、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ最後、はい、もう一個しゅんちゃん。僕は最近からわたらじを聞き始めたものですが、はい、ある方から聞いた話だとラジオでやってほしいコーナー案とか、プレゼンメールを大量に送っても一度も関連するメールをやってくれないと嘆いている話題ファンがいると聞きました。コーナー企画はいつ始まるのでしょうか、ということなので、お、今日、お、え、あれを決めます、条件を決めます。遅っ。コーナーじゃないんだ。コーナーをやる条件。そういうこと、やっと信頼開けて、やっと条件、別々の人で10人からメールが来ましたらコーナーをやります。なので、まだね、今日も言っちゃえば 1,2,3,4 人からしかメール来てませんから、マイラーさんがよく何通も送ってくれるんですけど、1人1個でっていう、1人1個でだ、10人の人からメールが一回のね、ラジオで来たらコーナーをやりますので、はい、コーナーじゃなくても普通歌で構いませんので、10人からメールが来た時にコーナーを始めたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。じゃあ本当に今コーナー始めても、言っちゃえばこう視聴者、聞いてくれてる人に参加してほしいっていう気持ちがあるんだけど、そういうコーナーをやりたいと思うんだけど、まだ少ないんですよ、うんうんうん、だからコーナーを始めたくても始めれないっていう言い訳とさせてください。はい、言い訳です、はい、いいでしょう。なのでそういうことです。はい、はい、では最後告知、今週の土曜日何がありますか。ポッピングコーン。ポッピングコーン、場所はライオンカフェ、伏見ライオンカフェ、昼夜あります。あります。日曜日は撮影会です。初めての個別撮影会になりますので、うんうん、枠空いてるから入って、私も枠増やしたのに空いてるから入って、みんな入って、だからね、今10日の時点の話なので、もしこう11日聞いてる時に入ってるかもしれない、その時はごめんなさい、ごめんなさい。そしたら枠増やすか考えます。はい、ということで、はい、あすかさんは？は？なんか個人的な告知ありますか？なさすぎるでしょ。なさすぎる。ウェブチェキ買ってください。あ、それ大事。買ってください。いいこと言った。さすが。今ね、ウェブチェキが、今月が選べるクリスマス、ちょっとね時期外れましたけど、クリスマスのコスプレのチェキ5種類、そしてマナシさんの全身タイツチェキが、はい、今週の日曜日までございますので、まだ買ってないよって人いたらぜひぜひご購入してください。お願いします。よろしくお願いします。ということで、この後はね、まあ、DT でライブがありますので、はい、これ頑張っていきましょう、はい、以上、お相手は私8号と紫色担当しめの七香と赤色担当川島奈と緑のアスカでした。またな。